こんにちは、柴田です。今回はグラスルーツのテレキャスタイプ中古で19,800円はありかなしか。現在千葉管楽器で19,800円で売っております。グラスルーツね、若干今上がってきていて、昔はね非常に安く買えたんですけれども、デジマートとか見てると、まあ新品でだいたい45,000円から65,000円ぐらい、中古だとだいたい20,000円から35,000円ぐらいですね。この間ねセカンドストリートでグラスルーツのねスペシャルが28,000円だったかな。それがねちょうどね僕がいる時に売れてました。でこちらのテレキャスはですね、若干ねちょっとね塗装をねいじられてるんですよ。ヤスリでね削られてるような感じで、レリック風にしたかったんですかね。ちょっとねこちらの方も木が見えてる状態にあるんですけれども、千葉管楽器でねこれをね触った時にネックがねめちゃめちゃ良かったんですよ。コスパがねめっちゃいいんじゃないかなと直感的にね思ったんで、今回借りてきました。で音はねまだねチューニングして生音だけ鳴らしてる状態で、アンプ通してはいないんですけれども、生音状態でですねなかなかいいっすよ。ちょっとねグラスルーツってだけでね避けられるところもあるんですけど、こういうのはねしっかりと鳴らしてみないと分かんないんでね。ペグはね結構しっかりしてますね。ブランド名は特に書いてないんですけど、これ鳴りも大きいし、テンションもねすごいしっかりしてるんですよね。だから張りが感じられるような仕様になってますよね。特にねこうやって鳴らしてる感じで気になる点は現状なくて、ネックは割と太めで、 R はねかなり緩いです。ほぼねフラットな感じがしてるから、若干このね脇のエッジがきつく感じるんですけれども、それはそれでねなんかねこのテレキャスにはねすごい合ってる感じ、全然違和感とかはないです。まあ、今までねもっとねお安めなギターをねレビューしてきたりもしたんですけれども、中古で10,000円15,000円クラスのよりは断然ね上です。レベル高いと思います。では早速ですね鳴らしていきましょう。クリーンからいきますね。悪くないっすよね、まあ、ちゃんとテレ、これ全然普通にいいっすよね。しっかりとテレキャスらしいこの歯切れの良さと、ハイのキッキッっていう抜け方、これ全然悪くないんですよね。これフロントです。これ20,000円のクオリティは明らかに超えてるぐらいのいいサウンドじゃないっすかね。良かったんで、ピックアップ次第ではめちゃめちゃ良くなるんじゃないかなと思ってたんですけれども、ピックアップもね別に全然普通にありっすね。グラ
スルーツにも当たり外れはあるとは思うんですけれども、これはいいっす。ではドライブかけてみましょう。グラスルーツはですね、ちょっと侮れないっすよ。僕もですね、このねグラスルーツを見て、じゃあ試奏してみようっていうのはねあんまないんすけど、ちょっとやっぱねチェックはした方がいいっすね。これがねシリアルが16から始まってるから16年製なのかな。全然期待を裏切らない 19,800円ってのも全然ありなねテレキャスタイプじゃないかなというふうに思います。まあ、2本目とかでちょっと安めなシングルコイルとかテレキャスを探している方にはぜひ一度ねちょっと試奏をしていただきたいところでございます。やっぱこうやってね鳴らしていくとね安くてもいいギターありますよね。ちょっと引き続き探していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。